はい、おはよう。サブちゃんだよ。サブちゃん。ちょっと運転集中してるから。だからいつもその集中って言うけど、大して集中して運転してないし、運転雑でしょ、あなた。いやいや、めっちゃ丁寧。どこが丁寧なんですか。教えていただきます。やべえ、髪の毛がぐっちゃぐちゃ。すいませんね、朝から15分も待たせまして。いつもじゃん。15分で、いつも15分遅れてくれて。今日ちょっとね、二日酔い。言い訳にならない。昨日夜仕事してたんだよ、頑張って。言い訳にならない。あ、いいじゃん、寝れたでしょ、その分。こっち。何時に来てたの？8時半くらい。8時半か。それは45分待たせましたね、すいません。お許しを。一度でいいから時間通り来てほしいね。いや、一度もたんだろ、一度とならず、二度ならず。ない、あるよ、早く来たことある、てるてるより。それは時間間違ってとかでしょ。違う違う。ロシア行ってた時とか、早かったよ、俺。それ寝てないからじゃん。まあ、確かに。まあ、でも間に合ったことあるし、ちゃんと来たこともあるよ。あるある。自慢にならない。自慢はしてない。まあまあ、でもほら、試合のスタート時間とか、スタート時間に遅れたことはないから。ってことは、俺との待ち合わせはそれほど重要じゃないと思ってるってこと。いや、そうじゃない、そうじゃない。そっちの方がよっぽど罪重いよ。そうじゃないよ、そうじゃない。そんなことない。てかさ、このアルファード買ったはいいけどさ、二人で乗るのに後ろの席空っぽってちょっと寂しいよね。しょうがないじゃん。俺、後ろ乗っていい？次から。次から後ろ乗っていいっすか。じゃあ俺も後ろ乗るわ。それじゃ誰が運転するんじゃ。誰が運転するんだよ。ああ、ショウさん何やってんのかな今日。電話してみて。電話ちょっと携帯貸して。携帯どこにあるの。絶対尾崎翔太寝てるよ、朝の9時53分。尾崎翔太って言っちゃった。もういいか。翔太としか言ってないんだ。ああ、このまままっすぐ湾岸線の方。尾崎翔太どこ？ラインオーディオ。皆さん、翔太さんに電話します。出るかな？絶対出ない自信があるけど。かける？まだ寝てんの？多分。編集疲れるらしいよ。ちょっと新車なんだからぶつけないように運転してね。出ませんね。尾崎翔太。尾崎翔太自分好きだよね。アイコン全部自分だもん。ああ、おはようございます。はい。今ちょっとサブチャンネルを車の中で撮りながらなんでちょっと電話しました。あざーす。何やってんすか。ゴルフ。お、ゴルフなの。どこで。ラビスタ。え、ラビスタ。どこそれ。ラビスタ。どこだっけ、どこにあるんだっけ。千葉。一人。二人。誰と。高弘。高弘、おはよう高弘。おいおい、お前後輩だろ。お前俺の携帯が蹴ってた。何よお前最低。いや俺今携帯用法持ってるから手押さえられないんだよ。デリカシーな。撮ってるよサブちゃん。あーくしゃみ出る。かけんなよ。かけてない、上上げた。だからロッテに練習に向かってんの。車の中でサブちゃんを撮り始めたの。頑張ってねって。翔さんもうちょっと声でかくしないとみんな聞こえないよ。めっちゃゴルフしてるやん。ホビーじゃん。おはホビーかよ。ナイスショーって言ったのあんただよ。
疲れ、高博。伊藤翔さんだ。伊藤翔さんだよ。お前何が伊藤翔さんしねえだよ、この野郎。お前何をよくやけらかんでもって言った。お前16日覚えとけよ、ほんと。ショーツさんがそうやって言ってたよ。言ってないけど、みんな心で思ってるっていう。心で思ってんの？それだいぶショックだな。てるてる、もうちょっとディズニーランドに降ろしてくれ。違うよ、今練習にてるくんと向かってんだけど、ほら、ショータイムゴルフロッカールームができたじゃないですか。それの動画を撮ってたんですよ。ねえ、翔太尾崎は何をしてるのかねって言ったら、電話してみればって言うから、全然聞いてねえなこいつ。だから今俺らはサブちゃんを撮ってるから電話してんです。うん、カメラ回そうと思ったら、はいはい、そしたらもうね、2人とも調子悪すぎて、はい、最低。サンホールでやめた。サンホールでね。ちょっと待って、ショータイムゴルフ初のお蔵入りじゃないの？初じゃないんじゃない？初でしょ。あんの？あんの？まあでも分かんない、次出るかもしれない。はい、じゃあ頑張っていってらっしゃい。切られた。切り方な、切り方。